にちは、中川ゆきです。今日は立ったままお腹が痩せる買い出し立ち腹筋をご紹介していきます。さらに今日は尿漏れや内臓下垂、そして骨盤の歪みといった症状まで予防改善することができますから、頑張っていきましょう。そこからお尻を引いて腰を丸める、上体を反らして丸める、繰り返します。ゆっくり胸を張ってお腹のストレッチ、腰を丸めたら腰背中のストレッチです。辛い時はゆっくりしてもらったり、どちらかのポーズで止まってもらってもいいですよ。心地よく伸ばせる範囲でいきましょう。しっかりと背骨ストレッチ、固まった背骨全体を柔らかくしていきます。美しい姿勢を作っていきましょう。寝転んだ状態、膝を曲げたらねじりを加えていきます。脇腹を柔らかくしていきましょう。目いっぱい体をねじって戻す、ねじって戻す、目線もしっかり後ろに、呼吸をして、ふう、いいですよ。膝ができるだけ浮かないように上半身をしっかりひねる、綺麗な姿勢を保ちながら深く深くねじっていきます。さあ、今のねじり具合覚えておいてください。反対と比べてみますね。入れ替えて逆側のねじりです。この時に胸のねじり感、脇腹の突っ張り感、左右差がないか感じてみてください。目いっぱい後ろ、ゆっくり戻す、深く息を吐いて吸って、吐いて吸って、呼吸と動きをつなげていきます。しっかりと目線も後ろに、そうするとねじりが深まっていきます。目線と背骨の動きは連動しているんです。感じ取ってみてください。目線を送るとどんどん体がねじれていきますね。脇腹を倒してストレッチ、お尻が浮かないように気をつけて、体側全体を伸ばしていきましょう。指先を遠くへ引っ張って、頭のてっぺん、指先で斜め上、天井を触りに行くような感じ。この時にお尻が浮かないように気をつけましょう。しっかりお尻を地面につけたままです。左右均等に体重かけたまま倒していきます。今の伸び具合覚えておいてください。反対側やった時も左右差がないか確認しますよ。ナイス。反対側へ倒していきます。身長高く胸張って美しい姿勢でストレッチ、しっかり体を横へ倒して、もう1センチ身長高く伸びをします。お尻で地面を押しながら、指先、頭は天井を高く突き上げていきます。ストレッチをするたびにどんどん身長が高く伸びていくような感覚です。さらに美しい姿勢を作っていきましょう。ナイスナイスナイス、オッケー。あぐらのポジションで肘をねじってください。胸をひねって深くツイストしていきます。どこまでひねれるか感じ取ってください。背骨やあばら骨の柔軟性のチェック。ふう、ねじってる方、しっかりと脇腹に力を入れます。左右差があればこれも苦手な方をたくさんねじっていきますからね。繰り返していきましょう。深呼吸は忘れずに、吸ってねじって吐いて戻す。体をねじって左右差の確認です。胸を張ったまま、肩甲骨二の腕引き締めて、胸を張って身長高く綺麗な姿勢です。地面側の肘で軽く地を押すようにして、天井側の肘は天井を突き刺すように、肘と肘を押し合うようなイメージです。もう一息胸張って背骨が伸びる。さあ、もう一息頑張って、いいですよ。その調子その調子。プランクポジションから膝を交互に、プランクウォーク、歩くような感じで動かします。
お腹引き締めに効果的。交互に膝を曲げてお尻を左右に振っていきましょう。常に下っ腹に力を入れておきます。組み方はリラックス。身長を高く伸びをします。お腹の力を感じながら軽く顎を引いて、いいですよ、呼吸深く深く深く、今ぐらい呼吸深くいきましょう。身長も高く伸ばしたまま、ナイスです。大きく大きく伸びをしましょう。胸を張って背骨全部を伸ばして、深く吸って上に、吐いて下へ、吸って伸びる、吐いて緩める。いいですよ、呼吸と動きをつなげて、身長高く伸びる、ふう、下腹引っ込めながら伸びる。いいですよ、身長がもう1センチ2センチ高く高く伸びていきます。その調子その調子、頑張って、もう一息、今ぐらい美しい姿勢を作って、一歩大きく前に踏み込んでいきましょう。大胸筋、胸を伸ばしていきます。猫背を解消していきます。綺麗な姿勢を作って、手を後ろを、胸を前に、壁と反対方向に胸をひねるような感じです。しっかりと壁についた方の胸の筋肉伸ばしていきましょう。特に家事やデスクワークをしていると胸が縮こまって内巻き型猫背の原因です。しっかりと開くことで美しいデコルテラインが出来上がっていきますよ。逆の手で壁を触って、一歩踏み込んでいきます。大きく前に、大胸筋のストレッチです。踏み込んだら体をねじっていきましょう。深い呼吸で大きく大きく伸びをしながら、いいですよ、身長高く美しい姿勢です。伸び感が強くなるところまで軽く踏み込んでいきます。余裕があったら指先しっかりパー広げて、そうそうそう、手のひらまでしっかりと伸ばしていきましょう。足を開いた状態でねじりを加えていきます。深くツイスト、さらに手を天井へ、反対側も同じように繰り返していきますが、まずは片側ばかりですね。どうでしょうか、今どのくらいねじりを深めることができますか。左右差を確認しますから、今の感覚覚えておいてくださいね。身長高くお尻は後ろに引いて、バランスを取るときもしっかりとお尻にも力、ねじると内ももにも力が入ってきます。今度は反対側です。ねじりを加えたらしっかりとバランス取りながら深くツイストいきましょう。ナイス、ねじりを加えて、いいですよ、これも辛いときは浅くて大丈夫、膝につかなくてもいいですよ。ただねじるだけでもちゃんと効果はあります。目線を天井方向に、体をねじると足汗だけではなくて脇腹、ウエストのくびれにも効果ができてきますよ。そう、全身の筋肉をまんべんなく使って、首や肩の力を抜いてリラックス。次の種目の準備をしていきますね。エクササイズ、このまま一緒に頑張りましょう。さあ、次の種目も張り切っていきますよ。ただし頑張りすぎて呼吸が止まらないように注意は必要です。もちろん疲れてきたらマイペースでも大丈夫。同じ種目でもすぐできる人もいればなかなかできない方もいますが、そんなことは重要ではないです。つまり運動するときは人と比べる必要はありません。昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。お疲れ様でした。頑張ったあなたにプレゼントが2つ。週間化カレンダーと毎日のストレッチメニューです。ぜひ概要欄から LINE のお友達追加をしてもらってプレゼントを受け取ってくださいね。動画を見て実践すればみるみる痩せ体質に変わっていく。そんな知識を学べるオンラインサロン。すでにたくさんの仲間が理想の体型を手に入れています。ぜひあなたも概要欄から1週間無料体験をしてみてください。あなたのご参加お待ちしています。